よし行くぜー、ステージ変わってないなんか。え、なんか変わってないですかこれ。マジかよ、行くぜー行くぜー、うー行くぜー、よくわかんないけど行くぜー、ナイスだぜー、いや、ふぅー。まあ縄張りだからなんとかなるでしょう。うん、サーモンより楽楽。サーモン練習できねえんだよな、うん、期間空いちゃったらサーモンまともにできないよあれ。カモン、よし行くぜ行くぜ、よし行くぜ、任せな。いざー、うら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 、すでに回り込んでいるんだぜ。よっしゃい、攻め気が強いお部屋ですこと。よし頑張りましょう。というわけでね、今サーモンランとかもやってるんですけど、最近やってないがゆえにね、バイトで頑張ったらな、うん、最初の頃はバイトは気楽にできるとか言ってましたけど、今となっては下手したら縄張りよりよっぽど、ああ恐ろしいと思っていたが、そんなことはないかもしれないのだぜ。さて殴り合いですな。おっと、自陣が雑じゃないか、仕留めておこうか。でもなんか攻めっ気が強い人が結構いるので、意外と自陣取りは無駄になっちゃうかもしれんね。カモン、そんなに言うんだったら行くぜ。ナイスをしてくれた。スーパージャンプするだけで褒めてもらえる職場が、ああくそ、ポンタかと思ったらボンタじゃねえかよ。くそ、掘れないね。うん、これはつらい。これ意味ある、これ、こんなのあったっけ。最初何が変わったんだ。ステージ変わってると思って興奮したのもつかの間、そんな変わってねえ。うら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 、マサオくん。ひどいや、ひどいや、おのれマサオ、裏切りおにぎりめ、やってくるぜ。にしてもなんかあのウルトラハンコも強化されて、なんか多少は弾を打ち消す範囲が増えたって聞いたけど、正面からは勝てないんだね、まだそこら辺もまだ知らないんだけど。あれ？やめて。え？またカーボンだよ。よしよし、カーボン、あ、カーボンじゃねえ、吸盤置いといてよかった。ちょっと殴り合いが加速しているぞ。一人裏行ってんな、飛ぶのはやめておこう、なんか死にそうな気がしたので。満面見、おえ、ちょっと引きつけてから移動するよ。塗りてえ、おら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 、逃がすか。あれ、逃がしてる、逃がさん、オッケー、おにぎりの復讐。これはイカのサイズ的には勝ったか。いいカメラですね、倒したよ、美しく。ただいま、これは、いやな、負けてない、これもしかして。嘘でしょ、え。あれ、イカのサイズこっちの方が大きくなかったっけ。勝ったと思ったんだけど、やっちまったぜ。でも意外となんか殴り合いの割にはキル数はささやかですな。でこういう時はそうなんですよね、私定期的にゲームサボって武器買いまくるから、いまだに何がメインなのか定まってないんだけど、ハンコ的には満足したので、いや満足してねえ、この程度では。俺のハンコはこんなもんじゃねえ。うん、使うたびにね、そう、1回のスペシャルで42キロぐらいするんで、はい、お任せください。しかも今日まだハンコ投げれてないんだよね、それは良くない。ハンコってのは投げるもんですからね。はい、でも最近なんかあのハンコがいらなくなってきてるって聞きました。うん、なんかあの通販の商品とかも電子サインで OK みたいな、そういう話も聞いたことあるけど、そこまで普及はしてないか、わかんないけど。うん、というわけでアンチョビ、ここもステージ変わってねえだろうな。うん、ほらゲーム会社って結構ね、人の入れ替わり激しい印象あるから、そう、デスクの状況とかがよく変わるかもしれない。ナイス、さっきの先人カモン兄貴が今回も味方ですね、多分。よし、なんかどのステージやっても懐かしさがあるんだけど、私結構ね、実はあの塩の根が好きなんですよ。うら、外したか、まあいいでしょ、よくねえよくねえ。早速敵陣に行ってしまうのだ。
ズラタニエ、はい、体にピース、飛ぶ必要はねえな。まあ今のうちに自陣取りしときましょうか。なんか私だけスプラトゥーン発売2、3ヶ月後ぐらいにちょっとワープしてる感じなんで、できる仕事をまずこなしましょう。それがスプラトゥーンの基本。よし、で潜った時特に意味もなく静かになってしまうのも、そうスプラトゥーンの基本だぜ。よいしょ、ここら辺まだ抜けてねえ。お、こんにちは。やべ、うら、うそ、あれカーボンどこ行った。あいやナイス、オッケー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 、ナイスですよ。その裏にいるよ。あれ倒せたら流れを完全に取ったことに。生きてんな光線銃。よし、行くぜ。どんどん反を押してやりたいところだからな。まずはミサイルか。ミサイルだけでちょっとビビってるの伝わります。実は結構ビビり倒してますね。あまなんて知るかよ。今押し込んでるところなんだよ、邪魔をすんじゃねえよ。あと1分、塗りポイント的には上々なのかな。基準がちょっとわからんのですが、よし、ハンコもすぐにたまる。でカーボンがな、とりあえず何のカモンだ、行こうぜって意味でのカモンですね、これ多分。うらっ、オッケー、そこ、おっしゃやられた。この辺にいるよ。どうだ、おお、相打ちか。でも十分十分十分。中央行った方がいいけど、中央でやられたらもうなんかまた負けそうだな、それは嫌だな。おう、代わりは返すぞ。塗らなきゃ、ここは塗らせねえぞ、ここは塗らせねえ、絶対塗らせねえ。オッケー、今回は勝ちでしょ、さすがに今回は勝ちでしょ、これは勝ちでしょ、大丈夫でしょ、いけるっしょ、やったっしょ、オッケーっしょ、よかったよかった。そこそこハンコも投げて気持ちよかったし、行くぜ。あー、スコア的にはまあなんか仲良しだね、割とそこそこいい感じか。こっちの方が全体的に塗りで勝った感じですね。じゃあ最後に、最後の試合はちょっと芋臭くいくか。こうなんか久しぶりに一回やると、どの武器が自分に合ってるのか分からなくなっちまうんですね。基本的には私は近距離武器でやってた気がするけど、じゃあ逆にこう、まあ、お前には絶対無理だと思うっていう、そういうの行こうか。エクスプロッシャー。無理だと思うな僕な、僕は無理だと思うなこれ。でもな、いやらしいなんか武器という点では私にこれ以上の、死にかけのヤブチは大体死にかけてるからな、そうでもない。ドラゴンボールはあんまり詳しくないんですよ。アマゾンプライムであったかな、最近弱虫ペダルを見て、でその前は黒子のバスケ見て、そんな感じなんですけど、ドラゴンボールな、ヤムチャって言ったらなんかあの、うん、なんだっけ、胃袋に負担をかけない形で寝てる姿しかめっちゃないですよ。死にかけのヤムチャ武器やべえだろあれ。さてマップ見ないとな。これ来るな、やっぱ無理だって、あかんねもう。いろいろやろうとしてな、どれか一人、そう3人欲張った結果が誰一人倒せずやられたっていう、ヤムチャに対して負担をかけちまってるな、よくない。そうヤムチャを大切にしていこうな。まあ、少しずつ塗りを進めて、そこかよ、もう帰っちゃったか。よし、いいなこれ、オッケー、うお
オッケー。ヤムチャが来てる、ヤムチャ来てる、ヤムチャが来てる。死にかけじゃなくて死んでしまう。敵どの辺、後ろ、うえ思い出したかのようにバブル使ってんじゃねえぞ。そう、そうか、スプリンクルあるんだったらもっと投げていいな。よし、なんかやってることが初心者めいてるが、まあもともとサブ使ってない人だったからな、そのメインすら怪しくなったらもうダメだぜ。あー、するか。ヤムチャ、ヤムチャそこにヤムチャがいたヤムチャのミサイルを肩代わり。あと1分、押されるとちょっときつい構成かもな今回。周り見て避けないとな。完全に後ろ見てなかったもんな今。まあ、ちょっともうあれはもともと食らってたかもしれんから気にしすぎもよくねえぞ。ぐっ、ね、オッケー。雨もって、雨がよし、敵の位置。なんか倒した、なんか倒したぞ。よし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 、よくわかんねえけど結果オーライだぜ。もう一人いたのか、近くに見えてなかったかも。勝つためには飛び込んでくるしかねえだろ。オッケー。どうだ、わからない。どうでしょう、どうでしょう。勝ってると思うけどな、勝ってると思うけどな。あれ悔しいのでもう一試合よかとですか。もう一試合ちょっとヤムチャに対して中盤負担をかけてしまったのが良くなかったですね。ああ、良くない良くない。割と平和に戦ってる気がするな。よし、もう一試合、もう一試合。この武器でまだ1試合しかやってないから、うん、1試合目は負ける法則があるかもしれない。ていうかバスパークで全部負けてるのか今。バスパークでリベンジさせてもらってよかったですか。スプラトゥーン動画はいつも3動画じゃない、3試合だけど、今日はまあ最近サボってるのもあるし特別に4試合お願いします、お願いします。バスパークでお願いします。サザエ使ってませんねダダ余りじゃねえか。そろそろあのメイン性能強化でしたっけ、うん、あれのギア買いに行ってもいいかもな。うん、一個ぐらいは装備整えたいところですね。さて、あと一人。お早めに、お早めに。よし、来たぜ。ランクとか見てると、まだいろいろな人がいるって感じですね。まあ、言うて私もそんなに最近は、ねえ、あれなんで、やってない人に該当しちゃってるかもしれませんが、一応星はついてるからな。よし、ヤムチャ敵だぜ。ヤムチャが武器変えてきやがったな。ナイス。ピース。さてさて。中央、来てないな。よう、ヤムチャ。ヤムチャの、いた!うわー、なんでいっぱい押し付けられたってばよ。あかん、あかん、一人しか生き残ってない、いかん。え、よし、急いで合流だ。多分だけど目の前にいるか。ボムで111を教えてくれるなんて、え、111を教えてくれる。はい、よし、ちょっと日本語が不自由になったと思ったりしよう。いてててててて、雨こんな強かったっけナイスにいちいち警戒しなきゃいけない。怖いな。泡。この塗り跡、近くに傘がいると見ましたよ。いねえのか。顔を出しちゃダメだぜ、ヤムチャ。マジで爆風足りなかった。
いかんいかんですいかんです。じゃあちょっとここにスプリンクラー置いて現場へ急ぐぜ。私ってあんまりデスしちゃいけない武器だと思うんですよ。いやデスしていい武器なんてないんですけど、特に雨しつけえな。おい、傘、逃がすか。逃げんじゃねえよ。あわ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 あ、タイミングが悪かったな。オッケー、よしよしよし、慣れてきた。ええ、ヤムチャ、いつの間にヤムチャ死んでなかったのか。ヤムチャヤムチャヤムチャ、やばい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 、もうミサイルで死んない。多すぎん？え、こんなに多かったっけミサイル。怖くてなんか攻めきれなかった。よし、敵陣を荒らすチャンス、最後むちゃくちゃに荒らしてやるぜ。勝ったな、これは勝ったな、間違いない、これは勝ったな。あれ、いや、え、いや向こう塗り雑すぎる、これは勝った。よし、なんか面積的には割となんか合格のような気もするけど、あまりにも荒すぎな。決着としては結構な差がついた印象です。オッケーと、まあ久しぶりになんか普通に初心に帰って遊んでただけでしたが楽しかった終わりますありがとうございました。